5シーズンこの今治でプレーをしました。さあロングボール1本、マルクス・ビニシウス、加藤も追いかける、うまくそらして、さあマルクス・ビニシウス横に打って千葉だに預けてのこの得点。この切り返しがうまかった。千葉はこれで今シーズン5得点、ボックス内には5人、では現在3人。ファーを狙って中島のヘディング、詰め込んだ、同点7クラブ。浅川やはり浅川でした。さあ岡田ワンタッチ落として平山、もう一回岡田だ、岡田シュート打ってた、ポスに当たった、このボールが入ってった。に捧げる岡田のゴールは、岡田のゴールはリカゴダンスを、それが小林監督に代わった一つの効果でしょう。さあ平山、岡田が進入、左足シュートが決まった。岡田の今日2点目。この平山から、で前川から平山、そして最後は岡田の左足。堅い守備力を誇っています。さあここは久保がボールを持っていて、きつい、前を見て右足振り抜いた、決まった。自分の前にスペースが空いた、その瞬間を見逃します。佐藤が追いかけます、プレッシャーをかけます。競り合ったボール、チャンスになる FC 大阪、左足のクロスを入れて右足合わせた、来ました。斉藤がヘディングでつなぐ、そしてかばって入ったばかりの戸根、完璧な足。 J1、J2、J3、JFL、地域リーグ、あらゆるカテゴリーを経験の日高、そしてその日高を起点にしたピンポイントのクロス、難しい体勢、立野が合わせていきました。 FC 大阪、西村切り返す、狭いところかいくぐる、近藤反転、佐藤優太、近藤が粘り強くキープをして、最後佐藤優太、まあ、それから五両です。一気に前線、米沢ナイスコントロール、米沢切り返す、米沢で冷静な右足フィニッシュ、まあ、このピンポイントのフィードも見事、そしてキーパーの1位も星が運んでいきます。星から五両、中3人です。左足のクロス、低いボール、藤本、中で藤本が合わせました。藤本はこれで2試合連続ゴール、センターへこぼれ、振り抜きました。中央で受けた安永、そして小松、小松のシュート、シュート決まったー。反転、足を振ったというところ、相手に当たりながらもそのボールを、中入れる、ここは直接決まったー、見事なゴールでした。野田です。スラして入ったか、決まったー。ロングスローから最後はキクイカ、おそらくニアでワンタッチがあった後に一度下げて、谷本、深沢、縦に通した、茂木、最後フィニッシュ、松田。深澤に預けて狭いスペース通していきました。残した、ここは少し合いませんでした、浜田のプレーでした。さあそして今度は愛媛のチャンス、チャンスになる、ゴール前、
チャンスになる木村。さあフリーでボールを受けた。横浜 F マリノスのアカデミーで一緒にプレーをしていました。ゴール前川又、グラウンドは堅陣フィニッシュという得点になりました。沼津に加入して2戦目の川又のアシスト。常安前を向いた、かわした。さあテクニックを見せる常安からのボール、ヘディングシュート決まりました。柔らかいピンポイントのクロス、ヘディングゴール沈めたのは富樫勇太。左手上げて不幸院ふわっと上げて、ここからダイレクトシュート決まった。素晴らしいゴール。関節に移籍後初ゴールを決めたばかりなんですが、不幸院からのピンポイント柔らかいボール、ここダイレクトボレー。江口がいったー、決まったー、初ゴールとなりました。江口ポストギリギリのところ